めっちゃめちゃもう俺とグガちゃん見つけたんだけどさ、ラインナップがさ、まずはラインナップの紙をね、パーガリズ集合と開けて出しまして見てみるにね、いやーこれ惜しかったわ。もうこういうガチャ俺めちゃくちゃ好きなんだけどさ、まずあのこのブックレットの紙を見てほしいんだけどさ、どうでーすしのガチャなんでね、鮮度が高すぎて命宿りました。こういうアホなガチャめっちゃ好きなんだけど、生きてますしってやつ、生きてますし前後して、マグロでしょ、マグロがわさびの横でよっしゃと復活してお茶飲んでんだよ。最高でしょ、大トロ、サーモン、卵、ゆでえび、縁側がいなかったんだ。縁側いたらこれ100点満点だったんだよ。くそー、縁側欲しかったな。いやまあこれでもいいよ、サーモン大好き、もう嫌いなもんないからここ全部大好きだからさ、でも縁側俺特に大好きだから縁側が欲しかったな。で、生きてま寿司っていうね、あの寿司が鮮度が良すぎて生き返ったっていう設定の寿司なんだけど、ちゃんとこのね、置くやつも、寿司を置くやつもついてて、わさびもちゃんとさっき見た通りこういうのが細かくていいよな。寿司置くやつにわさびがあって、横に命宿ったよー、ゆでえび、ゆでえびがすごい荒ぶってんの、ゆでえび、ほら、うわー寿司食いてえなー。これ分離できるのか、分離はできないね。分離はさ、シャリとネタの分離はできない。めっちゃ荒ぶってるね。顔が来てえなー、ここに。すげえ顔が来て、ダウン。はい。息が良すぎて、命宿りました。生きてますし、かわいいでしょ。こういうガチャめっちゃ好きなんだけど、縁側欲しかったな、やっぱな。どうしても縁側が欲しいわ、縁側。やはりこういう自分のさ、あの、寿司のガチャだと自分の好きなネタが、ないとがっくりだよな。自分の好きなネタが欲しいよな。で、これ大トロですよ。大トロ。でも俺大トロよりか中トロの方が好きなんでね。中トロ。大トロよりもね、中トロの方が。うわぁ、でもうまそうだね。足組んじゃってるよ、この子。はーい、みたいな。セクシー座りしたね。足組んじゃってる、大トロ。いやぁ、いいわ。あとは全部同じなんかな。わさびと、この、寿司のせるやつ。これなんて言うんだろう、名前。これわからんわ。あとはこんな感じで設定して。はい、ちょう、踊りちょう。わさび。復活しました。鮮度が高すぎて。復活しました。踊りちょう。いいね。踊ると、ゆでびちょう。だ、どう。かわいい。え、かわいい。めっちゃかわいいじゃないこれ。あとほんと、縁側かな。何回も言っちゃうけど。いや、俺ね、すげえ縁側好きなんでね。たださ、あの、最近さ、回転寿司だとね、あの、カルビのさ、寿司うまくない？いや、ちょっと邪道かもしんないけど、寿司屋行ってさ、肉の寿司でも、あれめっちゃうまくない？カルビ。俺最近あれ好きでめっちゃ食ってんだよね。カルビ。あとさ、ラーメン屋、はま寿司とかのさ、ラーメンめっちゃうまくない？ラーメン屋で食う、ラーメン並みにうまいっていう。すごいよね、寿司屋なのに。量もちょうどいいし、はま寿司のさ、あれ、あ、そう、あ、はま寿司ね。はま寿司のラーメンマジ美味しいんだよね。すやー、卵も可愛いなー。卵こう、海苔があるからベルトで巻かれてる感じがすごい可愛い、よくない？いっちゃう、卵いっちゃう、復活。いや、マジで顔描きたくない、この子ら。この子らほんと、ちょっと顔描いちゃおうから。めっちゃ可愛いんだけど。で、次が、俺をね、あの、いや、マグロも好きだけど、こん中だったら一番好きなの、サーモンかなー。いやでも、ゆでえびも好きだからね。ゆでえびにさ、玉ねぎスライスとさ、アボカド乗ってるやつ美味しくない？あれもうめっちゃ好きだね。アボカドとさ、あの玉ねぎスライス美味しいよね。コンビネーション。だからゆでえびじゃなくてもさ、あのその、アボカドとスライスオニオンが乗ってたら、なんか、うまい、うまいっていうか好きなんでね。じゃあじゃあ、で、俺マグロと。マグロもお茶飲む余裕まであるからね。こんなちっちゃい湯飲みお前どっから仕入れてきたんだっていう、こんなちっこい湯飲み。お前どっから持ってきたんだっていう余裕あるもんな。よいしょと、僕復活しました、命宿りましたよと、お茶でも飲みますかっていう、めちゃえ、ちょやばい、これかわいいな、ガチで縁側欲しいんだけど、どうしよう、縁側欲しいよ、縁側作ってくんないから。第2弾で縁側待ってる、縁側、縁側ウニ、いやウニも欲しいね、縁側とウニと、いやー、あとカルビできれば、カルビ握り。めっちゃいいね。これが、今回一番俺の好きなネタ。いや、でも、ゆでえびもほんといいんだよね。ゆでえびも。ちょっとナンバーワン決められないな。縁側があったら縁側ナンバーワンだけど、でもサーモンも美味しいからね。
サーモンもあるよね、あのオニスだとさ、あのアボカド乗ってるやつ、美味しいよな、食いたくなってきたわ。サーモンちゃんは、まあ、こう見るとマジサーモンだよね。ちょっと形変なサーモンちゃん、ほら、お、サーモンだわ、お、すげえ。サーモンだ、これどうやって食うんだ、寝かせんのか。あれサーモンってどういう感じだったっけ、さっきの紙に。あー、はい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 、サーモン横にすんだね、サーモン横にすんだ。っていうかさ、裏にさ、なんかプロフみたいに書いてた。生きてますし、お品書き。マグロ、真面目、みんなの相談役、卵、寂しがり屋、大人っぽくなるのが夢だって。イエイ、マジ一生エビ、こいつ乗ってるよな、ゆでエビ、 パリピエビだって。口癖はマジ一生エビ、マジ一生エビ。サーモンがだらしないけれどちょっとセクシーだから寝てんだな。大トロ、俺様タイプ、脂が乗ってメタボ気味。裏にね、まさかのお品書きが書いてあった。さっき気づかんかったけど、でこのサーモンちゃんをこうだらしないサーモンちゃんを寝かして、わさびを横にセッティングすれば、これで全種全ネタが揃いましたね。どう、みんなこの可愛さ、これはいいでしょ、この可愛いガチャバ、すげえ可愛くない、生きてますし。いや、ただほんと自分の好きなネタがね、一番好きなネタがなかったのがちょっと悔やまれるところなんでね。たださ、これ多分第1弾だと思うんだよね、2弾とか書いてないから。2弾でね、縁側が来てくれることを願っている。縁側食いてえなー。あと俺貝類好きなんだよね、粒が一番好きかな、あの食感がすごいよね。そう、貝類とかも来てほしいな。いや、めっちゃ楽しみだわ。ということで、今回は生きてますしっていうね、鮮度が高すぎて命宿りましたっていうお寿司たちのね、フィギュアの開封レビュー動画でした。みんなもぜひゲットして、自分の特に好きなネタがあったらぜひね、そのネタゲットして飾ってみて、めっちゃ可愛いよ。ただね、なんか性格はね、俺パリピエビがすげえ好きかな。パリピエビ、あのイエーイって乗ってる感じも可愛いし、ゆでエビね、あのオニスラとアボカドも付属して欲しかったわ。めちゃめちゃ可愛いだろうな、乗ってたらな、最高だったわ。